1982年の南海ホークスでは、1982年の南海ホークスにおける動向をまとめる。この年の南海ホークスは、ドン・ブレイザー監督の2年目のシーズンである。ブレイザー監督の1年目は A クラス復帰こそならなかったものの、借金が大きく半減したことから2年目は A クラス入りが期待された。前期は4月に、首位の西部と4.5ゲーム差の4位と、 まずまずだったが、5月以降は5位に低迷。それでも前年の前期覇者、ロッテが最下位に転落したこともあり、過労うて5位を死守。後期は巻き返しを図るものの、8月18日から7、連敗。10月に5連勝したものの時すでに遅く、年間成績でも2年ぶりに最下位に転落しチームは、世間やメディアから、最弱軍団と揶揄された。当主人は、 山内慎一、山内和弘、山内隆則の、山内三兄弟が揃ってに2た勝利を挙げ、抑えの近所をはじめやすしもチームトップの21、セーブを挙げたが、それ以外の投手が不調でチーム防御率4.05は、リーグ4位。打撃陣では、荒井広正が、ロッテの落合広光と、首位打者を争う活躍を見せたが、前年本塁打王の角田広光が19本塁打と、 成績を大きく落としチーム本類だが、リーグ再開の90本を記録した。この年は、後期優勝の日本ハムに13勝11敗2分で勝ち越したものの、優勝のセーブと相性が悪く9勝16敗1分と負け越した。2年間で前期、後期ともに A クラス入りできず、ブレイザー監督はこの年限りで辞任。後任には、 チームハの木で栄光の時代を知る穴吹義吉に軍監督が昇格し、穴吹新監督の元チーム再建が始まることになる。7月は後機会幕日、優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。